ですね、緊急事態宣言がね、延うん。長されましたということで、はい。私たちはちょっとね、スーリさんから、ほんの少しですけれども、離れている、自宅が離れているということもありまして、緊急事態宣言中は一応、それぞれどちらかの自宅からお送りするみたいな形での放送をさせていただいています。今日もよろしくお願いよしろしくお願まいす。します。はい、そして今日の Facebook ライブと、つなげてやらせていただいています。Facebook ライブをご覧の皆様もありがとうございまこす。んにちは。はい、ということで、2月ここにに。入りましたね。ねえ、なんもう、かこう、どうですか？もう少しでバレンタインですそうね。なのよ。私も同じこと考えてます。だから何なんってか。感じなんですけど、私。でもほんさ、と。なんかこうテレビ見てても、ネット見てても、なんかやっぱりバレンタインの話題がね、増えてくるじゃないですか。今朝も実はチョコレートケーキをフライパンで作るっていうね。そんなのをちょっと見てたりしましやってました、やってました。た。意外と簡単でね、ホットケーキみたいにね、できてて、すごい良かったんですけど。また手作りの今年はものが増えるかもしれないですね。そうです例年よね。りそうだね。ね。お家でね。去年ももしかしてちょっとそうだったのかもしれないけど、そう。より今回のです方がそうなね。りそうな気しますね。ね。男性も、あんまり外からのいただき物っていうのが期待できなくなってきてる感じは今年はあるか確かもしに、れま特せに在宅の方とかん。ね、よっぽど郵送でもないよほどだよね、そうなると逆にね。すごいですね、郵送。なんかね、バブリーなね、時代とかもね、今から20年、30年ぐらい前、30年か、うちの旦那さんとかは、なんか いっぱい。飲み屋さんとか、あらゆる方か銀座ら。のクラブとかなんかじゃないけど、いっぱいもらってきて、何なんだろうとか思いながら、それを毎日ちょっとずつ食べてたみたいでもそういう、いただいたものの、お返しって大体奥様がお手配なさる方が、私の周りはなんか結構上司の方とかいっぱいいましたけど、そんなことはしてない。それはさ、多分会社の女性とか、もちろん、部下、社会の女性。それはマル秘はご用意しようがないですもんね。マル秘じゃなくても、どっじかゃなくての、も？クラ、あの、なんていうか、こう、クラブとかのそれも？女性さんは知らない、わかんないからね。なんか余分になんか用意しといて、みたいな、そういうのはないのかなって思ってたんですけど。そういえば、でも、多分、あれじゃないですかね、自分でやってた派なんじゃないですか。知らななるいほとどころで。ね。秘密裏なんか楽しに。そうな時代。今もそう、そう、ね、今もそあうるでかもすしれね。ないそんけなど。時もありましたけどね。なんかこのアズーリさんの画面がちょっと見えなくどうしててですなんね。でなしぜょか繋がらないですか？う。なぜでなんて、しなんょか内部の話をしちゃいう。ましたけどね。ごそうですよ。バレンタインデーなんですよね。ね。ちょっとね、こういう、なんか雰囲気って、やっぱり街の中、ほんの近所の、お店とか行っても、なんかこう、華やぐっていうのはちょっとありますよね。イまあベントね、のね。そうね。でもさ、どうなの？毎年みたいにバレンタインのチョコ売り場が、こう、ちゃんと作られて、ものすごい人集まるみたいなのは、なんかやっぱりあんまり今できない感じだから、こじんまりちょっとのこじ感んじまですり？よね。本当はみんなネットでやっぱり手配とかあるんじゃないですか。そうかもね。そうで、今ちょっと思い出したんだけどさ、お宅様も、一応男の子もいるじゃないですか、息子さん。うちも息子いるじゃないですか。これ面白いなぁと思うのはさ、旦那さんがさ、いっぱいもらってきたのがさ、あんま気持ちよくないのね、不思議と。そんなに。そんな、なんかやっぱ、ここが女心なのかなぁ。ところがさ、息子がさ、もらえないとさ、ちょっと心配だよわね。かるわかなんる。か今年1個ぐらいどっかから来るかしらみたいそれに。は息子の気持ちを考えてでしょ？そう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 でしょ？そうそう。だよね。わかねるわ。え。私はどうだろう。元旦那は、ちょっとはなんかどっかからもらってきてたような気がするけど、いわゆる会社勤めの人じゃなかっないたからのね。で、あんまり大量にはもらってなかったから、
ちょっと記憶にまあそんなさ日常にもさいろんなこう気持ちのねなんていうか機微というか ね, そ, れぞれねそういうの伺えるよね。確かにそう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 いう気持ちのざわつきとか揺れとか、うんうん、ね、うん、ものすごい人と、うん、いや全然っていう、あ、まあまあね、もう多分同じようなことが起きてもそこが面白いところです。面白いなんて言っちゃいけないんだけど、確かに確かに、うん、ね、そこのすごくざわつくっていう時にこれはなぜざわつくのっていうやっぱ発見するチャンスではありますね。それもさ、うん、人によっても種類が違うでしょ、ざわつきどころって。あ、そう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 、全然違う、全然違うじゃないですか。そう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 、そこが ね、なんかこうやっぱりその人の内面に入っていく入り口なんですよね。本当その人にしかわからない、ね、そうなんですよ。そう私たちが話すと大体こういう話にしかなっていかないんですけど本当そうなんですよ。だからでもさ、そうやってこう本当にあの日々のこういろいろな、ただこうカレンダーが流れていく中でも、うん、実はちょっとざわついてたり、うん、あれなんかもやっとしてるわみたいなことがやっぱり起きていくじゃない、うん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 、イベントとかがあるたんびに ね、それも面白いですね、本当にね、うんうん、もっと言うと、もしかするとあのこの時期とかだとそのカップル見ただけでとか、うん、ざわつくとかあるだろうね。じゃないかな。そりゃそうで。だからそれはさ、クリスマスなんかすごいじゃないですか。ね、そう。確かに。うん、すごい。そりゃそう。そりゃそう。もうね、なんか、あのレストランとか、もうなんか行きたくなくなっちゃう。なくなっちゃうね。そうそうそう。なんか、よく、なんていうの、道路を通ってちょっと中身見えるだけで嫌な感じ。特に、まあ、前一周、イベントのね、その当日一週間前ぐらいとかは、そんな外食しないとか、そうだね、いるかもね。ねいるいる。不思議じゃないけど。そう、あるね、そういうのね。そう、そこをね、なんかやっぱり見ていけると。いろんなことね、ね、深掘りできそうですよね。本当に本当に本当に。で、すぐ見ちゃうっていう、うん。なんかそれでさ、全然違うところに今頭がヒュッとあのなんかリンクしたんだけど、また、はいはいはい、あの友達とね、うん、あの旅行っていうのかな、うん、あのちょっと温泉入りに行こうみたいな感じで行ってて、まあ、あの例えば関東だったら、うん、こう近場で有名な温泉場っていうのがそれぞれにあると思うんですよ、うんうん、東京とかだったらやっぱり、はい、箱根あたりとか、いろいろあるじゃないですか、うん。でさ、そういうところにさ、温泉入りに行ったのね。うん、もうそれも結構10年ぐらい前の話かもしれないんで。あ、10年にはならないか。うん、うん、何年か前にね。うん、で、その時に、なんかさ、どっかの何美術館みたいなとこ行って、うん、で、そこでランチしてたんですよ。友達何人かで。はいはい、うん、そしたらさ、ある友達が、うん、あの、ねえねえ、あのカップルさ、絶対夫婦じゃないよね、みたいな話になって。あ、今で言う女子トークは よくそういうのありますよね。うんうん、女子主婦トークって。そう絶対違うと思わない。んとか言って、確かにみたいな。結構そういう人多いよね、こういうところみたいな話で。うんうん、ちょっと盛り上がったことがありました。うんうん、やっぱりなんかさ、うん、それをさ、うん、見つけるとか、うん、あの その話がまた盛り上がっていくっていうところがやっぱり私たちの何かこうやっぱりなんだろうな、ね、うん、何かを刺激されているんだろうな、よく使う言葉がなんか匂うよねみたいなね、そうですね、そういうのになりますよね。そう皆さん今日は何が匂ってますでしょうか確かにそうなりますね、うん、そう、まあ、だから本当に面白い。そうやってなんかあの世の中とかをとか日々を見ていると面白い。なんか自分の中のその揺れ、ざわつき、もやもや。大丈夫ですか？なんか匂いにむせたか。いや。どこかから匂ってきた。はい。うん、あのなんだろうね、そういう。ほんのちょっとした自分の心の変化みたいの、そこにあの注目するとね、結構面白いものだなって、うんうん、思っています。興味深いですね。興味深いですね。
ということで、なんだかよくわかんない話してるうちに、お時間が経ってきて、はい、じゃあ今日のまず一曲目に行こうかなって思います。何でした？はい、今日はね、サイモンとガーファンクルで、まあ、サイモンとガーファンクルは本当いっぱいいろんな歌があるじゃない？何かけようかなとか思ってた。はい、最初、サウンドオブサイレンスにかなとか思ってたんですけど、うん、今日はミセス・ロビンソンを選んでみました。はい。卒業だったかなっていう映画の中の挿入歌ですけどね。はい。じゃあ、ぜひお聴きください。サイモンとガーファンクルでミセス・ロビンソンです。ミセス・ロビンソン1曲目にお聴きいただきました。はい、うん。懐かしい。懐かしい、ね、曲でしたね。懐かしい曲でした。ごめんなさい、ちょっとお水もらいます。はい。なんか、卒業っていう映画さ、私が本当に若い頃に、うん、上映された映画なのかなっていうふうに思ってます。それも、その時に見たのか、うん、リバイバル上映みたいので見たのか、ちょっと覚えてないぐらいなんですけど、はいはいはい、かなり前の映画ですよね。ダスティン・ホフマンか。まあ、大学を卒業して、ものすごいその、青年が、なんかいろいろ心揺れる、うん、それこそ心揺れる、ね、うん、中で成長していくみたいなね、映画でした。なんだっけ、彼女の方、うん、女性なんていう女優さんだったか。忘れちゃいましたけど、うん、なんかとてもあのシンプルな素敵なウェディングドレスを着て、はい、なんていう人だったっけ、だけは覚えてる。うん、そうそう、それで、あの、あれだよね、教会で最後、うんうんうん、ね、別の人と結婚するのをダスティン・ホフマンが奪ってくるっていう、ね。
そう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 、なんか私もそういうような年だったから、うん、似たような年だったから、うん、なんかこうキュンとしたみたいなね、こんな風になんか奪われてみたいみたいなさ、うん、そう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 、そんな映画でした、うん、はい、そうですね、ということで、なんかですね、今日は何、 Facebook ライブの方がうまくいってない、もしかして今一回止まっちゃったみたいね、なんかそうみたいなので、ごめんなさい、 Facebook ライブ見てくださってる方はわからないかもしれないですでしたですね、さあ聞こえないんだからしょうがないんだけどぜひ鳥越あずみさんの生配信の方見ていただけるといいかなみたいに思いますけど、ね、伝わらないよねあ、なんかここにコメントとかしたらどうですかね。ああ、なるほど。はい。みたいなこともあるかもしれません。はいはいはい、うん、そうですね。はい。ということで、はい。で、今日の本題、うん、本題何しようかななんて思ってたんですけど、はい、うん、うん、まあ今のその心の、なんだろう、ざわつきとかさ、うん、そういうのでさ、まあ私たちもこう、自分たちもそのメンタルを見てるね、うんうんうん、メンタルコーチだから、うんうん、ずっとその自分たちの内面をやっぱり探り続けるっていうことを怠りなくやってるんですけど、うんうん、今ちょっと私たち仲間内でセッションブームじゃないけど ね、うん、ね、ある講座を、ね、はい、また学び続けていって、でその中でこうお互いにセッションやりましょうっていうようなね、うんうん、ことがあって、ね、すごい久しぶりにセッションもやり合っている感じなんです、うんうんうん、私は、うんうん、いつもはこうクライアントさんにはやるんだけど、そっか自分が受けるっていうのがそんな頻繁にはなかなか、まあ私もフルセッション受けるのは久しぶりかもしれないね、そうそうそう、毎月のね、うん、勉強会なんかではふってやりますけど ね、何十分やるけどね、うん、きちんと練習じゃなくて本番で自分がしっかり1時間とか2時間とかね、うん、受けていくっていうのはね、ね、うん、すごい久しぶりで、うん、ものすごい楽しいなと思ってやっています、うん、はい、はい、でそのさっきのざわつきとかさ、うん、もやもやとか、うんうんうん、なんか嫌な感じみたいな、うん、っていうところからこう入ってって、うん、まあね、本当はこうだったらいいのになっていう自分にとっての何ていうか欲しい現実みたいなものもあるんですけど、うん、なかなかそうならないものってごまんとあるのかもしれないじゃない、うんうん、でそこからね入ってってセッションをやっていくんだけど、うんうん、どうですか、やってみて最近の感想として。最近はね、なんだろう、とても、あ、順番に何人もの方に順番に受けるっていうのをやってるじゃないですか、うん、別々の方、うんうんうん、なんか別々の方から受けてるのに、うん、そのなんだろう、セッションを受けてる次々っていう、うん、その流れがとってもいい感じがして、ああ、なんか、うん、一つ前のセッションから、またその流れを、うん、なんだろう、自分がそのまま、その流れのままに、また次のセッションも、うん、さらに、こう、深いものとか、うん、なんか新しい、うん、なんか発見みたいなのか、気づきとかが出てくる感じで、うん、うん、あ、なんかすごくいいなって、うん、うん、感じがしてますね。うん、なんだ、こう内面深く深く深くセッションごとにこう言ってる感じなんですね。そう、それでさ、私も本当その通りなんだけど、うんうん、そのさ、面白いなって思うのはさ、内面ってさ、うん、どこまであるんだろうみたいなさ、こう、変な話、こうよく掘るとかいう言い方を私たちするけど、うんうん、見つめる向き合うとか、内面、自分の内面と、うん、なんか掘っても掘っても、あら、まだ先あったのみたいなのとかさ、うん、そうね、うん、うん、多分再現ないんだろうな、再現ないのかな、なんかね、どこ本当掘り当てる最後はないのかな、均衡を掘り当てるみたいな、まああるんだろうなとは思う、その度にあるけどね、うん、うん、そうそう、どっかまで掘ればあーみたいな、そう、そうそう、すごいすごいみたいな、そう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 、そうすると何か変わっていくんですよね、うん、現実的にも、ね、うん、変化がして、そうなんです、そこが皆さん面白いんですよ。ただ言葉で出るだけじゃなくてね、うん、しかもね、そうですね、ただ言葉だけ出てるだけだとあんまり変わらなかったり、うん、現実的にはね、うん、あんまり変化がなかったり、うん、あとはちょっと
ちょっと一時その直後、うん、変わったような気がするけど、うん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 、結局また同じ元に戻っちゃうと、うんうんうんね、よくある、うんうん、パターン、うんうんね、でも言葉だけじゃないから、うん、やってるセッションは、そう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 、そこがすごいですよ ね、 やっぱりね、言葉だけじゃなくて、うん、何って言ったらいいですかね、感覚、やっぱそうですね感覚です、ね、感覚、そう、感覚があるから、まあそれを言語化してるっていう感じなんですよね、うんうん、そこがね、もっと言っちゃえば意識なんでしょうけど、まあまあ、でも意識って何よ、ちょっとつかみにくい感じが、ね、言葉としてね、うんうん、するので、だから、まあ、あえて言えば感覚かな、うん、ね、うん、でなんかどうですか最近、うん、あ、そうそう、それでだから掘っても掘ってもっていうのは、うん、結局自分たち一人一人の中にある感覚っていうのは、うん、例えば今朝まで私はこういうこと感じてるんだと思ってましたみたいな、うんうんうん、ところがセッションをやってみると、うん、まだその先にこんなこと感じてましたみたいな、うんうん、それがこう、うん、自分の中にもともともちろんあるに決まってるわけじゃないですか、うんうん、ある存在してたんだけど、うん、なんか存在してないようになってた、うん、なんか不思議な ね、それは自分が見たくないから見ないようにしてたのか、感じたくないから感じないようにしてたのか、うんうん、とにかくなんか、未知なる自分みたいな気がするぐらい、お会いするんですよね、そういう自分に。そう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 。しかも本当に予想外なっていうか。予想外。うん。うん、この感覚というか、この言葉、うん、どっから出てきたのみたいなのであればあるほど、やっぱりなんか、すごい、なんか現実が本当に変わったりするかなってすごく思います。うん、なるほどね、あ、そういえばなんかこういうのあったなみたいな予想つくような感じであっても感覚がしっかりあれば、うん、あの変化大きいと思うんですけど。あ、そうだね。うん、そうだね。けどやっぱりうわー、こんなのありましたかみたいなのってがあったらまあ一番 ね、そうですね。うん、だからなんかそこがですね、頭で一生懸命考えていた時と、うん、その感覚とバーってこう当て会えた時っていうのかな、うんうん、それは違うんですね。ね、かなり違うんですよね。本当、うん、これは経験しないとわからないですね。ですね、でそのそこに入るとさ、不思議といろんななんか現実が動き出したりとか、うん、変わったりする。なんか思いがけないところでね。そう。何か変化が起きたりとかね。そうなの。思いがけないことがね、うん、起きたりしますよね。ね、うんうんうん、そう。私もさ、なんか、これはそう、もしかして変化なのかなとか思ったんだけど、あのね、ちょっとまあ、なんだろう、ずっと、音信不通っていうかさ、うん、別に、その何、喧嘩したとか、そういう話じゃなくてね、はいはい、お互いなんか多分忙しくて、うん、なんかあんまりこうメッセンジャーとかもしてなかった仲間がいるわけ、うん、でね、数日前からさ、私その人のことをなんか知らんけど思い出してたのよ、うん、で、あ、メッセンジャーしてみようかな、どうしてるかな、元気かなって思ってたら、うん、昨日あちらからメッセンジャーいただき、うん、しかもだよ、しかも講座依頼された、あのね、うん、つまりその私ちょっと今その方今忙しくて、うん、別なことで忙しいからちょっとできないんで、うんうん、さきなさんちょっと講座今やってるみたいな感じで、あ、え、いいの私がやってみたいな感じで、ちょっとや、あの受けたい人がいるんだけどみたいな、うんうん、だからそういうの頼まれちゃった、そう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 、ほら、すごい、なんかは嬉しいなみたいな、うん、そう、つながってますね、そうなんですよ、なんかそういうことあるなと思って。で、まあそれは、うん、なんかわからないけど、私はつい最近、うん、ものすごい自分の内深いところに、うん、なんかまあ、うん、孤独感みたいなものとか、うん、それとか、うん、なんかこう人と違うみたいな感覚とか、うん、まあ言ってみれば、言葉にしたらなんかわかんない、変人みたいなのかな、よくわかんないけど、なんかとにかく私なんか人と違って、うん、人に理解されないとか、うん、だから、うん、素直にとか正直に自分を、出してしまうことが怖いっていう感覚を、うん、ずっと小さい時から持ってるなっていうのが、うんうんうん、
もやっとしてた感覚が言語化されたんですよね。うーん、今までは出てきてなかった。そう、セッションでは出たことがないし、それから、それを、言葉にすることが、こんなに怖いんだって。その感覚が分からなかった。ああ、なるほど、なるほど。本当は怖いから、人に言えないんですよ、本当に言えないんですよ、なんか自分ってこんなこと思ってるんですみたいなことはね、人に言えないことを思ってるんだよね、なんか不思議な感覚を。でもそれを言葉にすることがこんなに怖かったんだって、びっくりしたの。だからすごい、そう、怖すぎて隠してるんだよ、やっぱり。そうだよね、で、それはさ、人に隠してるだけならいいんだけど、怖すぎて自分もそこに気づきたくないのね。ね。そう。そう。そうなんだよね。これ不思議なものでございますよ、ね、皆さん。自分で自分のことに、気づかないというか、気づかないようにしてるんでね。怖すぎてね。そう。そう。そうなんですよ。でね。そうするとさ、いや別に気づかなくてもいいじゃないと。何も、分かってないんだから、分からないでいるだけなんだから、どうってことないでしょって話にはなりそうだけど、実はそれが、でも気づかないだけで、本当はその自分っていうのがそこに、まあ、もちろん自分の一部でしかないけれども、でもすごく何か自分の、何ですかね、こう、やっぱり根源的なさ、なんか、大切な部分と、深いところにそれがあるわけじゃないですか。だからないような感じになってるんだけど、あるっていうことはですね、なんかその自分をさ、こう外側とつなげたいっていうのかな、表したいとかさ、が自分ももちろん気づきたいし、人にも気づいてもらいたいとかさ、なんかそういうことの意識がね、どうも働くんでしょうね、私たちはね、無意識に。で、それをなんか気づきたいから、また気づいてもらいたいから、いろんな面白い、それになんか合うような現実を引き起こして、本当は困ってるんですよ。ね。本当は困ってるんだけど、そんなことだとは思わない。そんなことだとは思わなかったり、あとは自分ではどうしようもできないとかってね。あるとね。どうしようもできないんだから、どっかやっちゃえ。そう。だからね、なんかふってその、まあ本当にずっと、つながれてなかった仲間から、そうやってメッセンジャーが来たことにもびっくりしたし、そして講座やってくれないって、私、自分の代わりにって言われたのも、すごく、もちろん嬉しいのと、なんかやっぱり面白いなって、こう、私が、その、人とつながれない壁みたいのを、多分、無意識に作ってたと思う。だって私、変な人だから理解なんかしてもらえないみたいな。しょうがないんだからね。そう。だけど、ちょっとそこがね、崩れたんだな、とかと思ったんですよ。すごい嬉しいです。なんかね、そうしたらさ、気がついたらさ、全然他の要件でも、あちらなんていうの、私じゃなくて、相手方から、メッセンジャーもらうとかっていうのが、なんか増えてる気がしてる。本当、なんか別にそのことさ、あんま気にしてなかったけど、いつでもさ、私がやらないとね、みんな反応してくれないんだよね、みたいなさ。なるほど。ちょっとそれあったなと思うんだよね、今から思うと。わかるわかる。なるほどね。ちょっと鈍感でその辺の不快さには、なんかあまり自分は気づいてなかったけど、でも多分、慣れっこ。ずっとそうだって思ってそうだよね。私からやっていかないと。みたいなね。そういうもんだ、になってる。ね。で、どっかね、いつもね、なんかふつふつしてたんだけど、それも慣れちゃってわけわかんなくなってたのが、なんかそこに気づいてから、なんか向こうから接触頻度が上がってるな、みたいな。向こうっていろんな方ですよ。そうよね。わかるわかる。
そうなんです。自然につながっちゃってるのよね。見えないところに、ね。本当にそれでありがたくて、うん、なんかさ、一生懸命自分がさ、うん、あ、あの人にこういう連絡しなきゃとかさ、うん、なんとか思わなくても相手方から連絡来るってこんなすごくいいこと、いいじゃないですか。うん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 、いや、ほんとそうだわ、そう言われてみれば、ここ数日。今、改めて喋ってみて、そう思った。だからさ、あの、前にも話した、あの、うちの猫のね、うん、まるちゃんに、なんか質問をすると、うん、まあ、目見てても本当は見てなくてもいいはずなんだけど、うんうん、一応ちゃんと目見て、うん、一応声に出して質問するじゃない。うん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 、でも言い終わらないうちに返事が返ってくる。おーすごいね。だから意識がついちゃったね。いやすごくその感じだ、ね。だからそれこそあの思っただけで、思い浮かべただけでみたいな、ね、そう時空を超えるとかいいじゃないですか。そう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 。本当そうなんだよね。不思議じゃないことがあると。でもね、瞬間的に通じてるの、ね、そう、特別なことって思いがちだけど、うん、きっと本当はね、それが、みんな本当はできるはずだから。そうなんですよ、そうなんですよ。って思う。そう。ね。そう。だからさ、あ、そうよ。だからバレンタインのさ、今日最初このトーク、うん、バレンタインから始まったけど、やっぱり、なんで俺もらえないんだろうとかさ、思ってる人がいらっしゃるじゃないですか、世の中でも。絶対いっぱいいると思うの、本当はね。うんうん、で、なんかね、もしかしたらあるかもしれないよね。私みたいに。うん、それはもう人様々だから、何が隠れてるかわからないけど、うん、自分でもしかしたらこう、なんかつながるの怖くて、うんうんうん、あの無意識の、うんつながりたくないが発動してて、でも自分は気がつかないわけですよ。うんうんうん、だから、バレンタインデーでチョコなんかさ、もらっちゃいけないわけですよ。自分の中では。そう。ね。でも、そうそうそう、頭のね、頭はずっともらいたいと思うじゃないですか。ね、そう、そう、うん、いいな、みたいな、なんだよ、みたいなね。そうそうそう。そう。そうですね、余計ムカついたりね。イライラしたりとかね。そうだよね。そっちに行っちゃうけどね、うん。そう。だけどね、自分がね、やっぱ、言ったらなんだけど、作ってる無意識に。そういうことなんですよね。深いところだから、でもなかなかね。そう。自分で気づくっていうのがね。そう。それがね、そうなの。自分でね、気づけるほどの浅さじゃないことが多い。うん、もちろん。ね、で、あの、これはね、現実はね、答え、うん、答え合わせができるんですよ。だから、あ、もしかしたらさ、まあなんかさきなさん、りかさんあんなこと言ってたと、うん、自分の中でこのなんかざわついてる思いのさ、うん、そう なんでこれこうなっちゃいけないんだろうって、うんうん、いうところがもしかしたらこういうことみたいに、うん、なんか思ったりひらめいたりするかもしれないじゃない、うんうんうん、そしたらさもしそれがもうその答えだったら、うん、でもそうだったらねなんか現実変わるんですよ、うんね、なんでチョコもらえないんだろうもらっちゃいけないんだろうってあ、こういうせいか、みたいな、うんうんうん。ね。お、俺は今まで実はこう思ってたんだ。そう。だからもらっちゃダメだったんだ、みたいなさ。なんかが分かったら、もしかしたら。もしかしたらどこかに来る。ね、そう。そう。あれみたいな。そう。でも、そうなったとき、それは答えが、正解でさ、って話になる。ね、うん。そうそうそう。だけど、ハブちゃいます、ね。だけど、もしかすると、うん、あ、これだってひらめいたって思っても、うん、何も変わらなかったら、ドンピシャではなかったかもしれないですね。みたいなね。うん、っていう。そう。まあ、でもそれだけなんです、ね。そう。そう。そしたら、まだ先あるという、奥があるっていうかね。そう。そう。あ、まだあれよりもっと奥の気持ち、なんか感覚があるんだな、感情があるんだな、っていうことをね。そう。ただ探していくみたいな、ね。そう。自分はそのね、深い、その奥の感覚とか気持ちとか、うん、あ、なんか、本当は知りたいだな、みたいなね、うんうんうん。そこになんかこうちょっと、あの、そう、本当は知りたがってるんですよ、みんな。なんですよね。自分のずっとずっと、そう腹の底の。そうそうそう。だからうまくいかないようにできてるのよ。ね。ね。何でもうまくいっちゃったらさ、人間って何も悩まないわけですよ、ね。そう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 。そう。で、その人は、もちろんさ、あの、全部自分のこと分かっちゃいましたと。うん、自分の中の、まあ、金鉱かダイヤモンドかなんか知らんけど、もう全部掘り当ててみましたぐらいになった人は、うん、多分うまくいくんだと思う。うん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 。そう、ね。なんか、スイスイ泳いで。うん。うん。うん。
一生訪れないとはもう分かんないけど、いつ訪れるか分かんないけど、まあでも訪れるかもしれないね。まあね、ね、分かんないよね。確かにね。うん。うん、そう、うん。でね、いやでもやっぱりうまくいかないなとか、うん、なんかいつも腹立ってるなとか、うん、なんかこう嫌なことが起きるなみたいな、そういう時はですね、なんかね、掘り当てたい時なんですよ。そう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 。ね、腹の底から、ああ、なんかここ、いるんだけど、うん、みたいな。そう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 。ね、本当は気がついてよって。そう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 。ね、奥の自分が叫んでいるかもしれない。そうそうそう本当は存在してるんだけど、ね。そう。うん、存在を、なんかこう、まあ、否定してたり、そう。否定してたり、ね、たり忘れちゃおうとしてたり、そう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 。ね、ここはね、もう私はね、うん、なんかさ、このツールはさ、うん、ある種、まあ、変な言い方しちゃうとおもちゃっていうかさ、うんうん、私にとっては最高のお金のかからないおもちゃだなと。これ手に入れたらもう、暇さえあればそれやってればいいわけで、なんかさ、ちょっと、ちょっとなんだろう、この現実うまくいかないなと思ったらさ、うんうんうん、まあセルフもできるわけじゃないですか。そうそう、セルフセッションもできるから。ね、そう、あ、そうそうそう、だから今回ね、うん、依頼された方にはセルフセッションをね、お教えする講座を開くんですよ。うんうん、なるほどね、うん。それもね、2月の14日、バレンタインで。あら、もうすぐじゃないですか。そうなの。もう、すぐやってくれっていう話だから、ちょっともう大急ぎで講座開催を決めましたけどね。楽しそう、それは、はい、そう、だから見てる方でもしも私もそのセルフセッションとやらってみたいに思ったらぜひぜひご連絡ください、みたいな、14日じゃなくてもいいですよ。そう、あ、そうそうそう、14日じゃなくてもいいですよ、いつでもやります。私もやってます。そうそうそう、はい、ね、どっちもやってます。ご都合のね、あと、もういつでも開いちゃいますね、うん、いや、これ本当にね、なんかさ、一人でできてさ、うん、しかも、そう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 、それをなんか掘り当てると、うん、現実が変化していくっていう楽しみがあるから、うんうん、どうですか？そう、ついこの間も私のその継続セッションを受けてくださってるクライアントさんが、うん、あのその講座、セルフセッションができる講座、うんうん、受けてくれたんですけど。やそしたら、うん、もうその直後に、うん、習ったら、その後、その直後に、うん、なんかすごく、あの、気になることがあって、うん、早速やる機会ができたんですって。そしたら、ものすごくなんか良かったですって。納得っていうか、習ってなかったら、どうしてただろうって、またずっとなんかこう、気になっちゃって、うんうんうん、思い悩んでたかもしれないけど、って。なんかすごく落ち着きましたって言って、その後教えてくださって。よかったよかった。でもやればやるほど、もうどんどんいいですよって、お話ししちゃった。本当に、うん。あのさ、私の経験から言うと、人によっては、講座受けてる最中から現実変わってきます。うん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 。本当に。そうですよね。そう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 。そう家族が変わったとか。そう。本当そういうことあるので、うん、まあ、百聞は一見にしかずかな。なんていう、このことわざ合ってるかな、わかんないけど。あのね、ものは試し。ものは試し。そんなにお高くないですからね、そうそうそうセルフセッションとか、できるだけの講座であれば。ね、うん、そう。それにこうやって、あの、ね、画面から見てくださってる、この、それぞれ私たちでやったりとかしてますから。うん、そう。ね。お互いサポート入ってる。そう。初めてお会いしても、初めての感じがしないかもしれないです。そうなんです。ね。そう。そこがいいところですね。本当、本当。そうですよね。でも、その人に話せないような、うん、変人というか変わった私を内面に秘めてたような私なので、うん、なんかね、もう何聞いたからといって、あ、そうなんだな、よかったっていう感じで、もう、うん、もう私も全く子供の時から同じこと考えてたから、変人同士で。姉妹で、そうなんだけど、どっかでやっぱりさ、うん、言えないって思ってんだよね。ねそう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 。変人度合いもそれぞれですね。それぞれ違うからね。そうそうそう。本当に本当に面白いな。ね。ね。でもそういうのがさ、こう、
リカさんにも私を分かってもらったりとか、うんうん、私もリカさんを理解できたりとかっていうことがセッションでもできるわけじゃない、うん、やってるとお互いやり合ったりすると、この親族っていうか身内同士でこういうのやるのって珍しいと思うの、うん、なかなかできないよ ね。そうそうそう、私も娘にガンガンやってるし、うん、一番近い人って一番できなかったりする、ね、そう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 、そうだからね、これはねすごい幸せなこと、そう本当幸せ、今幸せをかみしめているんだよね、あのセッション、今あのちょっとセッションブームというかね、セッションの宿題が出るので、ね、もう本当やってるんだけど、うんうんうん、次何出るから、ね、そうそうそう、どんな私が出るかしら ね、ちょっともう、うん、またまた私の中での一なんかブーム、うん、本当にこうはいはい、ということで、うん、そろそろ2曲目、はい、じゃあ次私が選曲した曲なんですけど、うん、あのまたさっきとは全く違ってまた先週も、うん、なんか消化、うん、昔の、うんうん、なんかね、今回もちょっと消化づいてて、うんうん、あの冬景色だったかな、うんうん、あの消化なので長くないんですけどね、うんうん、いい歌ですね、あとても覚えてます、音楽は確かに、はい、習ったな、うんうんうん、今も習うのかしら、どうなんでしょう、なんかあの、うん、昔のあの言葉がなんかねしっとりうん、する感じで、なるほど、ね、私結構好きなんです、そっか、そっか、そういうなんか楽しみ方とかあるかもね、ぜひ聞かせていただきます、しかも今日のはあの歌のお姉さんだったハイダショウコさんが歌って嬉しきです、はい、それではお願いします。なんかしっとりと冬景色をお送りしました。そう好きなんですよ。なんか、あの童謡を、うん、あの歌ってるハイダショウコさんの声と、うん、こういうちょっとクラシックっぽいあのお声の時とやっぱりね、違う、もう完璧に出し方がさ、喉の開き方みたいな、なんかね。うんうんうん、そう童謡だとなんかこうキラキラと明るい穏やかな感じなのが。すごくしっとりとして好きなんです。なるほど。うん、ありがとうございます。はい。ということで、うん、あの残念ながらね、今日はどうもフェイスブックライブが途中で切れてしまいました。ね、これはあのどうも、うん、なんかフェイスブックさんの何かなのかな。
通信かなんか ね、通信かもしれない。わかんないんですけどね、うんうんうん。私たちの方ではやってる体になってるんですけどね。ねなぜか切れてしまっています、うんはい。はい、申し訳ありません。また、ここの、なんか、部分だけでもね、部分的な何かこう、うんうん録画とかでもね、うんうん、お送りできたらいいかなっていうふうにちょっと思っています。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、いつもいつも私たちが話すとこの内面を見るって話になっちゃうんだけど、うんね、もうね、でもね、本当にね、人が幸せになるのはね、もうここに尽きる。うん。うん。うん。ね。うん。そう思う。なんか、なんだろう。面白おかしく、うん、その場だけ、なんか楽しければいいやって言って、うん、なんか別にまあ一生得るのも、うん、まあそれはそれでいいかもしれないけどね。そう。なんか悩み深い人だったりとか、うん、なんかどうにかしたいんだけど、本当はなんかどうにもできないで、うん、本当は気になってしょうがないっていう方とかは、うんうん、でも本当はたくさんいると思う、ね。そうですよね、うん。そう。それもあると思うし、うん、なんかさ、うまくいってる気はしてるけど、うん、まあ、なんか、ね、よく考えると、なんかこれなんでこうなっちゃうのみたいなことはあるじゃない？そうそうそう、ずっと違和感があるとか。どなたでもね、まあ、そんな全くない方ってすごく少ないと思う。そう、あと自分は幸せって思って、うん、うまくいってるって思っても、うん、何かふと周りを見回すと、うん、自分の身近な人は何か困った状況にあるとか、ね。うんうんうん。そういう、場合も多いですね、そうですよね、うん。そう、あるあるある。家族が、なんか、続いてこういうことが起きちゃうとかさ、ね、そういうのもあるだろうし、うんうん、何でも ね、そういう、ご自身の、何か、ちょっと困ったなっていうこととか、不快だなとかっていうところから、何でも見ていくことができますのでね。うんうん、ね、そう、うん、そうするとね、そういうものを見ていくとね、うん、こんなものあったの、これが、たくさん、ね、だってんだあればある、あるほど、そう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 今度は、じゃあどうしたいのそうそうそうまたいつも言ってるけど、じゃあどうしたいのって本当はこうしたいんですっていうのがね、そうそうちゃんと現実になっていくというね、つながりたい人もつながれるし、ね、結局そうなんだよね。そうそうそう。そういうことですよね。うん、なんか自分の中にある、うん、こう、理解されないんじゃないかとか、うんうん、こんなこと言ったら、みんな離れていってしまうんじゃないかとかね。まあ言葉にすると、すごくこう普通のことなんだけど、うん、でもそれが感覚的にはものすごく怖い感覚だったりとかして、うん。うん、やっぱなんかその孤立していくとかさ、うんうんうん、一人で生きていかなきゃならないかもしれないって嫌じゃないですか。うん、まあでもその感覚がやっぱ私の中にあったと思うんですよね。うん、まあ今ももちろん、うんうん、あるんですよ、その感覚は。だからこそ、なんていうのかな、こう、やっぱり人とどうつながっていこうかなとかっていうことを、うん、あ、それこそそれを大切にしたいんだっていうことですかね。うん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 。この、分かってもらえないかもしれないって気持ちがあるからこそ、うん、自分をどこまで出せてとか出して、うん、そして人とどうつながっていくかっていうことを、うん、自分がこう自由自在に、うん、やっていけるようになるっていうのがすごくいいなって、うん、しかも、あれですよね。表面的な、うん、仲良くできる方法とか、スキルとか、うん、そういう表面的なことのつながりでどうにかつなぎ止めるみたいなとか、ただ心で思ってなくても笑顔で言いましょうみたいなとか、うんうんうん、そういうスキル的なことじゃなくって、本当に自然なつながりっていうのかな、そう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 。になっていきますね。そう。さっきのまるちゃんとのさ、うん、そう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 、話じゃないけど、まあ、多分そう思った瞬間につながる。っていうことだと思うのでね。まあ、そう考えればさ、バレンタインもさ、まあ、チョコをもらおうが、うん、配ろうが、うん、しようがしまいが、つながる、うん。かもしれない。っていうことで。ですよね。そうですね。はい。なんて今日はなんかバレンタインの話から。バレンタインの話から。またまた心の話になりましたけど、ね。そう、はい。怖いもの、まあ、怖いものを見るのかっていう話になるとみんな、皆さん、やだっていう感覚あると思うんですけど、はい。まあそうなんですよ。怖いものって大体ネガティブジャンルのものだったりもするから。うん。だけど、ね、あるんですよ。あるし。そう。あるんです。そう。
ポジティブだけでは生きていけない。もう断言する。しかもね、そういうね、すごく深くて怖いものは、絶対こう、一緒に誰かコーチにね、やっぱり寄り添ってもらってみるっていうのはいいかもね。さっきのセルフはもうちょっと浅いところとかでね、自分の日常をちょっと見ることができます。見やすいかもしれない。そんな感じです。はい。はい。今日もありがとうございました。また来週、まあ、こんな話がずっと永遠続くかもしれませんが、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。